イドパンチャー、こんにちは。やっと来たんじゃないですか、今日という日が。いや、そういうことですよ、ね、そういうこと。とうとう来たらこの時がですよ、はい、ってことで、はい、はい、本日は長崎エギングコンベンション、はい、ボリューム1ということで、まあ、大会の受付中ということで、はい、今から受付開始ですね、はい、でこれから、50名、はい、受付していただいて、はいはい、今日の深夜12時から大会本戦スタートということで、はい、やっていきたいと思います、はい、そんな感じで、はい、まあ、受付風景をご覧ください、はいはい、お願いします。来ましたね。もうそろそろじゃないんですか、開始しちゃうんじゃないですか、そろそろ。まあですね、大体が時間がですね、11時39分なんで20分前ですね。20分前ですね。12時から開始なので、はい、ということで、うん、今我々は突撃しようと、はい、突撃隣の晩御飯じゃないですけども、撮影しに行ってこようかと、うん、どうなのと、はい、どうなんだと思います、うん、はい、というわけでですね、はい、来ましたよ。いたのは誰ですか？ YouTuber のですね、はい、あのガルゾーチャンネルさんの、はい、はい、皆さん、ね、どうもありがとうございます。兄弟チャンネルと私は勝手に思ってる、はい、ブラザーです、はい、ガルゾーチャンネルです。よろしくお願いします、はい、お願いしま す, お願いします。で今ちょっと降ったんですけど、まだまだまだですね、まだまだ、ね、今からです。まだまだ、はい、時間はまだね、あともうちょっとあるので、うん、はい、いいとこ、いいとこ撮ってんのよ、やっぱり。いや持ってる、ここさすがやね、うん、違いますね。やっぱここ取れるといういいわよ、はい、うん、いいじゃない。そうですよね、しのぶさん、はい、かわいい、来ました。いいとこやろ。お久しぶりです。お久しぶりで す, りですもうあと2分、2分ですよ。見てください皆さん、これおとといあのエッチな動画見たらね、うん、もうねすごいのよ、もうメールがねめちゃくちゃ入ってる。助けてほしい、ひどいわよ。本当も、ね、はい、ひどい。エッチな動画見たらすごいですよね。すごいです。シルブさんも来ますよね。いや、でも来ないです。来ないです。来ないんだって。来るでしょ。来ないです。ここ一級でしょ。一級でしょ。ここいいところ。あ、来ました。来ましたよ。スタートでーす。あー、頑張るぞ。よし、ボケても笑顔で帰るぞ。それ頑張ってください。はい、ありがとうございます。今回の目標は。どんな感じですよ。キロぐらいにしたけど、キロぐらい謙虚に、謙虚に。今でもキロを3倍釣れば3キロだ。そうだそうだそうだ、そういうことですか、はい、ですね、はい、ぜひ頑張っていただきたいと。はい、頑張ります、はいはい、よろしくお願いしま す, お願いします。今日の目標は2キロ以上、まあ、釣れたら1杯でも釣れたらいいかなって思う。まあまあまあそうですよね、まあ、でも1位狙ってるんですもんね、今回は。今回は狙ってます。狙ってますよね。そういうことはやっぱり2キロぐらい狙っていかないといけないですもんね。そうです。うん、さすがです。さすが、うん。続きの方はガルゾーチャンネルの方で多分放送されると思いますので。釣れたか釣れてないかはガルゾーチャンネルで、うん、お確かめください、はい、ということで。はい、どこ歩かせてんのよ。すごいとこよ。長崎の中でも、うん、もう。相当指ぞ指をかえなんだって三点車やだな本当に、うん、てか本当にいるのここに人いるはずよ。でもいるはずアポ取ったんでしょうね、ちゃんと。こんなところに、うん、なんと、うん、女性がやらしい女性じゃやらしい、やらしい、こんなところに女性二人じゃやらしいじゃない。地裸で行きますよ行きましょう、行ってみましょう、行きましょう、はい、行きましょう、はい、いいですか、ちょっとお話。はい、どうもこんばんは。こんばんは。今回ですね、エントリーされましたまいこさん。まいこさんです、ね、はい。エギング歴とか長いんですか？3年ぐらい。3年ぐらい。お、3年。マックスサイズは1.37。おー、でもいいじゃない。今フィールド入る前のちょっと用意してるところですよね、うん、はい、はい、で、もう一方、もう一方、はい、いいですか、はい、ニコマルさんです。ニコマルさん、はい、どうも。どうも、お邪魔します、はい、エギング歴は何年ぐらい？2年ぐらいです。
ね、まだ。あ、今2年、マックスアベレージが、まあ、1キロです。1キロ、はい、おー、でも1キロ皆さん釣られてます ね、 ね、いい。女性2人でこんなところまで来る、うん、すごいですよね。どうですか具合は。やりづらいです、風がですね。なかなか思ってたところとね、うん、違うところで打たないといけないね。過酷よね。エギは何か使って、何使ってるんですか。今は、いいオケ。ボルカマゴ。今回大会の、意気込み、抱負なんか、なんか目標とか、何でもいいんで、あれば、一言よろしくお願いします。まずは、はい、いっぱい寝れるように。そうですね、はい。頑張ります。うん、全然まだ時間あるんで、頑張ってください。はい、よろしくお願いします。気をつけてください。気をつけてください。はい、どうですか。まだスタートしたばっかり。あーですね、はい、ちょっと僕気になったんですけど、はい、え、これタックルなんすか。これは RT ですね。 RT のこれインターラインですよ。これ 81M。 あ、 81? いいやつ使ってる。いいちょっと持たせてくださいよ。頑張ってください。頑張ります。サイズいっぱいね、いいやつを釣れるように。はい、はいはい、そうですね、はい、現場から以上です。以上ですね、はい、はい、おはようございます。おはようございます。今ですね、朝の、5時30分ですね、はい、はい、今からちょっと、参加者の皆さんを、はい、ちょっとピックアップして撮影の方に行きたいなと、はい、思います。はい、はい、昨日のナイトから始まってるんで連れてる人もいるではないでしょうか。はい、はい、ちょっと早速見ていきたいと思います。行きましょう。はい、早速釣り場の方に着きました。はい、はい、今回ですね、1人目、うん、朝まつり1人目は生粋のリルラーさんですね。チョーカの方、うん、そうね、チョーカ聞いていきたいと思います。うん、聞きたい聞きたい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、生粋のリルラーさん、古賀さんですね。はい、はい、じゃあ昨日のチョーカの方は今から来たいです、ね、今から来たいですね。はい、朝まつり今から来たいということで、はい、うん、はい、ここちょっとシャローポイントになってて、うん、はい、捕食で朝まずめに入ってくるのを取りに来てる感じですね。どうだけさせてください。はい、どうぞ。したくなっちゃってる、したくなっちゃってる。エギング始めてどんくらいですか。2年です。2年っすね、はい、え、ちなみにどういう経緯でリルレ知ってもらったんですか。いや、もう本当一人で釣り始めて、こう、はいはい、始めたんで、もういろんな YouTube で、はいはい、で長崎の YouTube でなんかかっこいいこうYouTube があったんで、はいはい、で見て、あ、なるほど、すげえかっこいいなと。あ、本当ですか。はい、あざます。大事件が起きました。、はい、初ポイントあるあるなんですけどね、撮影のアポを取って今来てるんですけど、こっちの見てもらっていいですか。はいはいはい、そこに入ってらっしゃるんですよね。はいはい、で我々がなぜここで止まってるか、はい、はい、下見てください。使っちゃってる。福岡からお見えになってる方たちなんですけどね、うん、おはようございます。おはようございます。おはよう。最悪やん。行くしかないですね。もう今から上がるばっかりなんで、上がる一方なんで。どこ選びます。おー、行った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 。最悪やん。男っすね、男。足短いけやばいぞ。ちょっと携帯だけ避難させてもろって。携帯とアイコスト、アイコストですね。こけんでくださいね。あ、気持ちいい。あ、気持ちいい。あ、気持ちいい。いや、もうこれで釣れたっすば。釣れた、これで釣れたっすば。はい、もうちょっと乾くまでね、打ちましょう、この辺で。見つけちゃったも同じポイントで。おはようございます。おはようございます。どうですか、チョーカの方は。激渋です。激渋。アウェーの洗礼を受けてます。アウェーの洗礼受けますよね、とりあえずっすね。風がですね、あー、若干ね、出てきたっすね。きついですね。いや、せっかく熊本から来てくれてるからね。うん、いや、でもめちゃめちゃ長崎の海綺麗ですね。あ、綺麗です、綺麗です、うんうん、めちゃめちゃ綺麗です。だってゴミがないっすもん。あ、そうね、拾う、ゴミ拾いができない。あそこ乗れればいいなと思ってたんですけど、やっぱ Google マップで見てくるのと違いますね。うん、そうよね。頑張ってみてください。はい、
ありがとうございます。じゃあ今回の大会参加者をですね、探してたんですよ、うん。いいとこにいたんですよ、大会参加者の方が。今日どこから来ていただいたんですか？今日は福岡の大野城市ですね。ここまで2時間半かかりました。いつも見てます。ありがとうございます。今日は息子さんと、はい、お友達の方と来てもらったんですかね。そうですね、息子 と、会社の後輩2人とですね、はい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 、来てます。なるほどですね、はい、いやご参加ありがとうございます。ご参加ありがとうございます。こんにちは。エギング始めてどれくらいですか？まだ1年弱くらい。あ、そうなんですね。最高どんくらいの釣ったことあります？最高がまだ1キロ弱ぐらい。ああ、はい、いやでももう1年目で1キロ釣られたんだったらもう十分っすね。マジで。いや自分ももう初めて2年ぐらい釣れなかったっすもんね、キロ。うん、全然釣れなかったっすね。ちなみにエギなんすか？結構今見てて結構いい動きしてましたね。山下のエギを9っすかね。いいっすよね、キビキビダーッとしますもんね。じゃあちょっともうちょっと頑張ってみてください。はい、ちょっと頑張ってみます。お願いします。大会当日、いよいよ検量の時がやってまいりました。釣れましたかね、みんな。どうなんでしょうね。こんな感じでね、設営しております。トロフィーからね、カットインしましたけど、こちらです。本日あの兼業サポーターということで、協賛もいただいたあの居酒屋こだまの、はい、こだまさんにねサポートいただけるということで、よろしくお願いします。どうも、木村拓哉です。全然うせん。うせん。この辺全部うせん。この辺木村拓哉行くやん。一緒、まあ、今日はバシバシ、そうですね、行きましょうかね。まあ居酒屋さんということで鮮度なんかもね分かってらっしゃる、僕らより多分分かってらっしゃるんで、見てるんでね、そんだけ。こんな感じでやっていきたいと思います。、はい、よろしくお願いします。みんな待ってます。ラストまで頑張りましょう。はい、ということで、検量の方終わりました。はい、見てください、ご協力の証です。いや本当に、いやすごいよ、こんだけ海からゴミがなくなったってすごいことやから。素晴らしい、うん、ありがとうございます。ありがとうございました。本当ご協力ありがとうございます。美味しく食べたいと思います。ありがとうございます。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。暑い中お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当早速、はい、表彰式の方、はい、入りたいと思います。はい、早いですね。今から番号を、お伝えするんで、呼ばれた方前へ。3位から発表したいと思います。はい、参加番号34番、飯田渉さん。おはようございます。第2位36番、松尾亮太さん。栄えある第1位50番、前谷修介さん。ありがとうございます。3位の方から 1.93g、 1583g、 1756g。 おはようございます。おはようございます。おめでとうございます。これから抽選会の方に、移りたいと思います。はい、こちらに、参加者の番号が書いてあります。で今手持ちの札、プラカードの方にも番号があると思います。
そちらの番号を呼ばれた方が当たりとなります。今回ですね、この、提供いただいた商品ですね、協賛いただいた会社名をちょっと読ませていただきます。デュエルさんですね、山下さん、ゴメクサスさんと亀屋戸町店さん、居酒屋こだまさん、線香焼き木陰さんと遊漁船大八文丸さんとオードアンさんと天草懇親エギング大会実行委員さんたちから、今回協賛をたくさんいただいて抽選会を開けることになりました。ありがとうございました。じゃあまず1人目39番の方。どうしますか、もう1本ずつか4本か。4本で、はい、お願いします。28番の方。おおおおおおめでとうございます。はい、こちらの商品はですねまた別くじになりますので、こちら今当たった方の抽選番号も入れます。はい、当たる可能性はまだ誰でもあります。1個ずつ番号を引いていくんですが、一番最初にこちらを当たった方はこちらをプレゼントいたします。幸せじゃない、はい、じゃあこちらが最後に、はいはい、抽選をやっていきたいと思います。じゃあ一発目いきます。20番の方。おお、持ってるな、ずっとどの大会も持っていくな。おめでとうございます。23番。おお、おめでとうございます。38番。やったー。おめでとうございます。中からね。よっしゃ、みんな。みんなでよ。はい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 。はいはいはい。自分の番号言うとどうですか。4番。おお。今一応これで抽選は終わりになります。ゴミをたくさん持ってきた方にこちらのバッグをプレゼントしたいと思います。今回ゴミを一番持ってきてくれた方は参加ナンバー1番野頭さん。やった、1番。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。1万人の時の、まあ、記念 T シャツで、これ販売等何もしてません。じゃんけん大会をして勝った方に1名にプレゼントをしようかなと思います。最初はグー、じゃんけんぽい。よし、半分以上だったね。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。おお、貴重なお言葉をいただけるということで、はい、よろしくお願いします。はい、そうですね、最近ですね、僕ちょっと困ったことがあって、皆さん多分経験あると思うんですけど、
ちょっとやらしい動画を見てると女性おるね。子供もおる。すみません。じゃあちょっとサクッと締めましょうかね。はい、はい、なんとかですね、天候もギリギリ、持っていいエギング大会になったと思いますので、来年も、開けるように僕たち今年1年間頑張っていきますので、応援のほどこれからもよろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。あ、おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました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 。またお願いします。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。本当うっすうっす。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。またお願いします。秋もよろしく。秋もよろしく。おおありがとうございます。笑ってる。白部ちゃんも笑いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ああどうもおめでとうございます。本当。本当よかったです。おめでとうございます。あ、ありがとう。京さんありがとうございます。本当。また熊本で。よろしくお願いします。はい、ってことで。はい。今からオフ会開始ということで、はいはい、今回はですね、はい、メンバーの料理長、はい、龍のお店にね、お邪魔しております。はい、ありがとうね、龍ね。ありがとうございます。お刺身を持ってるんですよ。うわー、お刺身皿が裏までこちらに、鯛の方は、もう味が付いてるので。店員さん美人くない、はい、ちょっと地鶏の炭火焼きです。うまそう。これがうまいんですよ。ちょっとぜひ食べてください。感想をいただきます。はい、間違いないですよね。間違いないですよね。そう、間違いないですよ。酒飲みて飲みたくなるよね。飲みたくなるよね。マジ美味しいです。間違いないね。美味しい。はい、ってことで、はい、オフ会も無事に終了ということで、はい、リュウさんごちそうさまでした。はい、お疲れ様でした。終わりましたね、無事に。いやもう無事なの。長崎エギングコンベンション、はい、ボリューム1ということで、うん、いかがだったでしょうか。はい、第2回もね、はい、やっていきたいと思いますんで、皆さん、はい、ぜひ第2回、はい、参加してください。お願いします。よろしくお願いします。ゴミどもがゴミの前で喋っておりますが、こいつらゴミだなと思う方はチャンネル登録。傷つくどっちみち。コンベンションじゃあ出てみたいなって方は、はい、高評価ボタン、チャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。お願いします。ではじゃあ帰りましょう。はい、バイちゃん、どうでした。ありがとうございました。ありがとうございました。